健太店長とゆきです。よろしくお願いします。はい、ジョーさんのことゆきちゃんでございます。いいでしょ。久しぶりにちょっと動画今日、一緒に撮ろうというわけで、そう、最近ね、チャンネル登録者様がですね6000人を超えて、だんだん昔よりかゆきちゃんのですね宣伝になんか慣れる力をだんだん作れてきたので、僕のチャンネルがね、改めてちょっとこの、入れ墨女王様こと、ゆきちゃんね、はい、のちょっとね、すごさっていうかね、こんな人ですよっていうのをちょっと紹介しておこうかなと思って、せっかくだから、うん、短めにね、動画これ絶対保存できないから。ほんで、この子は何がすごいかっていうと、まず可愛い。これ確か入れ墨のすごさだよね。いや、俺のが一番すごいと思ってるのは、こんだけ美系の、まあ、清楚系のね、子に、あ、でも、脱げねえのか。足なかった？脱げねえのか。ね、素晴らしいね、本当に、和彫りのですね、入れ墨の作品がね、相まってね、もう完璧なのっていうか、もう、なんていうの、究極のジャパニーズビューティーが、この俺、いる女王様こと、ゆきちゃんだと思ってて、ね、ちょっと後ろちょっと、あんまり見れてんけど、前、他の動画見てください、全部出してるんで、これね、ちょっと見えると思うけど、あんま見えないけどね、これ、そう、本当に、これ、後ろめくといい？あ、いいよ、めくるから。こんな感じ。まあ、これ知ってると思うけどね、最近から見始めた方はね、全然知らないだと思うんで、どう？この、まあ、これ、もっと上まで全部ね、本当にもう、送信彫りだよね。送信彫りではない。送信彫りではない。なんていうの？私の場合は前と後ろ別物にしてるから。ああ、でも本当にもうほぼほぼ腕と足の先とか以外はもうこの辺、もものこの辺、これどこら辺か、右足が足首まで入ってますね。そうそう。本当にバーっと入ってて、まあ写真いっぱいあるし、前の動画にも出てるんで、まあ見ていただければと思うんですけども、すごいよ。なんとね、インスタグラムのフォロワーが1万人を突破しました。1万人だよ。1万人、今いくつ？1万2千人だよ、インスタグラムのフォロワー。やばくないか。あと俺がフォローしてるさ、ナッツだかなんかのモデルのフォロワーも、インスタグラム1万5千人くるぐらいだよ。もう、同等だよね、本当にモデル、トップモデルとかとね。すごいよ、1万人って。俺100人ちょいだよ。俺のフォロワー、インスタ。やってねえけど、そのこと。だそれもすごいじゃん。で、まあ、キングオブタトゥーでもね、各メディア、いろんなメディアから取材されて、今度 何出るか、ちょっと言っていいね。今月号発売の、今月末に発売する実話ナクルに、キングの特集が組まれた記事があるみたいで、それに掲載されるみたいですね。で、あとこの前だと、ウィズニュースっていうウェブのニュースがあるんですけど、朝日新聞系列なのかな、そう、それのウェブのニュースにも。ありましたね。写真が結構いっぱい私のやつが載せますね。しかもね、ウィズニュースキングオブタトゥーで調べると私の写真が出てきます。確かに調べたら朝日新聞がやってるネットのニュースみたいな感じなんでね、で俺調べたっていうか、その時にゆきちゃんの記事をチェックしたんだけども、トップウィズニュースの中のトップ記事に一時になってました。そのゆきちゃんが出てるキングオブタトゥーのね、記事がね、はい、びっくりした俺。もうめっちゃトップ記事になっとるやんと思って、そうびっくりしたの、そう片足したよ、びっくりしたんだよ。とにかくだからすげえの、ネットのトップニュースになってんだよ。でインスタのフォロワー1万人超えだからね。そう、あとこの前は30祭りに参加してきましたね。今年で3年目でした。でも世界的なメディアとかからもうね、もう取材っていうか写真もガンガン海外とかで使われてて、この俺のチャンネルの動画に、まあ今はこれでこそね6000人ってだんだん増えてきたけど、最初当時出てもらった時って2000人ぐらいしかいない時に最初出てもらって、多分釣り合ってなかったよね最初の頃は。本当によく出てもらったなと思って。でも6000人おめでとうございます。いやまだ1万人になってない。1万人になったらもうお祝いしてください。動画あと残り4000人、はい、びっくり、自分でもびっくりだけどね。だからちょっとはね、前よりか広告っていうかちょっとはね広められるかなと思って、インスタフォロワー1万人超えでね、朝日新聞のネットニュースのトップ記事になって、キングでもね、いろんなメディアから取材されて、で、そうだね、うん、まあ他にもね、いろんなね、メディアのね、出演を控えてる、もうすごいね、
今後、まあ、今でもかなり勢いあるけど、さらにね、今後多分もう飛躍的に伸びてくる、なんていうのかな、ニュースター、ニュースターなんちゅうのそういうのそう、だからちょっとみんなね、ぜひインスタグラムの方ですね、フォロワーになっていただいて、インスタがメイン、そうですね、私が今メインにしてるのはインスタグラムと、まあ、ツイッターもやってますね。一応フェイスブックも告知用ではやってますけど、まあ、更新はもうあまりしないですね。フェイスブックはもう友達パンクしてるの？パンクしてるんですけど、今もうみんなに見れるように設定を変えたので、全然フォローとかも全然できるようになってますね。え、パンクしてるの？うん、それは今まではその友達しか見れないところですね。そう、それをこの前解除したので。インスタってもう関係なくなりましたね。フェイスブックか、5000人超えたらどうでしょう。5000人、まあちょっと、まあ、でも、まあ、でもあんまり今最近更新してないからちょっと減ってますけど。やばないですか。でインスタの方ね、検索の仕方が、女王様って名前はもう前使って、そう、今ユキでやってますね。難しい、さんず、遊ぶっていう感じの、遊女の遊、遊女の遊、遊女の遊、そうそうそう、昔のみたいな、さんずいになんかあれだよ、方面の方に、そうそうそう、みたいなに、姫って書いて、ユキって呼ぶんだよね、うん、それで検索、Google で検索すれば、Twitter もインスタも上の一番上に出てくるんで、遊女の遊に姫で、ユキ、それで検索してもらえれば、インスタもツイッターも出てくるんで、ぜひちょっとね、気になった方いましたらちょっとチェックしてください。特にインスタはね、本当にやばい。人気投稿とかでもほとんどね、トップのなんていうの、ポジションの編集で人気投稿、そうそう、ちょっと説明してあげて、よくわかんないけど、でも、インスタ分かってると思う。俺はわかんないからね、まあ、インスタグラムの、まあ、上げれば人気投稿には一応なんかまあ、ランクインはしてくれてますね。しつこいよ、だけだって前一番最初の撮影の時に2人で、まあ、背中で撮ったね、うん、写真がね、同じ写真をインスタ、俺のインスタと、ゆきちゃんのインスタで上げたんだけども、いいねいくつついたんだっけ。私1000、いいね1000ついたね。俺いいね100いかなかったね60とか50だよ本当に全然違うんだもん、いいねの数。それぐらいもう影響力のあるね子だから、ね、ちょっとぜひね、みんなちょっとチェック、まあ俺のチャンネルもチェックしてもらって、ゆきちゃんの方だけに流れてちゃうと嫌だな。うちは、健太店長のファンはファンで、ちゃんと定着はしてると思うから。筋肉か筋肉ん筋肉か、何が、俺のチャンネル、筋肉、コンセプトは何で、コンセプト、うん、YouTube のそのケンタ店長のチャンネルのコンセプトは、一応トップにも表示するけど、まあ、ラジオ代わりでもできるっていうか、動画見なくてもね、まあ、見てもらえれば、映像があればもっとね、倍楽しめてくれればいいんだけど、まあ、映像がなくても音声だけでもね、取り込んでますけど、はい、そんな感じですね。そう、音声だけでも楽しめるようななんか就寝前とかにラジオ代わりで、楽しめてくれたらいいかなっていう感じ。本当雑談ばっかだけど、あんまり俺すごいことできないし、辛いものも食べれないし、もうね、あんま食べれないからさ、なるほど、まあ、そんな感じですね。まあ、ゆきちゃんのちょっと今後のね、活躍をぜひチェックしてほしい。僕の動画見てくれてる人、ぜひぜひ、興味がある方は、ね、でも、俺と結構動画撮って、ゆきちゃんの動画だけでも多分50万回ぐらい多分全部で言ってるじゃん、総再生回数で言ったら。そうなんで、うん、結構言って、本当結構言って、びっくりするよ。だから今後もちょっと、ね、出てもらえるんであれば、まあ、定期的にっていうかね、出て以上ですね。はい、まあ、そんな感じでございました。まあちょっとゆきちゃんのですね、今後のちょっと活躍をぜひチェックしていただいて、まあ、終わりにしようかな今回は。ちょっと最後にドアが開いたな。はい、というわけで、健太店長と、ゆきです。今日もありがとうございました。ね、俺のそう、家庭も最近ちょっと見せてないよ、全然ね。まだ、というわけで、そう、まだ俺も入れ墨発展途上なんで、ね、ゆきちゃんに負けないように、まだまだいっぱい入れ墨入れていこうと思います。はい、健太店長と、ゆきちゃんでした。ありがとうございます。さよなら。チャオ。チャオ。
足取れた。これいらなかったな。これいらなかった。これいらねえな、やめようか。